今からメイクをします。そんな拍手することでもないけど、一旦今洗顔して、今から化粧水つけます。ご飯は朝昼兼夜食べました。部屋を掃除したくて、掃除しようかな。なんかメイクしてからじゃないと全部ベロ毛が起きないんで、一旦メイクしようと思って、いやね、昨日から洗濯をしてて、そしたら風強くてタオルが1個だけ落ちてて、もう一回洗い直しだってなってます。うわ、出しすぎた。風強いよね、なんか。今日暑そう。でもなんか今日ジュンアイリスのその日と思ったらまだ違った。もう最近ずっと暑くない？別に涼しい日とか特にない気がする。そんなことないか。雨は降らないでほしいけどね。昨日とかもなんかめっちゃ暑かった。洗濯干す一瞬ですら暑かったもん。このメイクが終わったら洗濯干そうかな。かわいい、ニジマスの子が出てる。あとほうじ茶、ほうじ茶ラテスタバのやつ飲んでます。うん
いしょ。最近メイク道具を結構一式変えてはないな、なんて言ったらいいんだろう、増やしたので紹介します。久しぶりに化粧品を紹介しながらやっていきます。ではまずはこれはずっと使ってますね、ポール&ジョーパールファンデーションプライマー005番、化粧下地美容液です。これはすごい素肌をなんかスベスベにしてくれる感じがするので使っています。こんくらい取ってちょっとだけ塗ってきました。ちょっと YouTuber っぽくやってみるわ。でもなんか YouTube やりたいかもしれない。編集大変そうだけど、やってほしい、嬉しい、そんなやってほしいってそらって言ってくれると思ってなかった。続いてそれは期待されるだろうけど自分のペースでやりたいようにやるなら、続いては、これも買いました最近、エレガンスモデリングカラーアップベース LV600 肌色修正メイクアップベース SPF25 PA++30g まで言わなくていいかです。これは紫の下地で肌のトーンを上げてくれるんです。だから少量でも結構伸びるのでいい感じです。コントロールカラーっていうのを最近使うようになっていっぱい、そうファンデーションじゃなくてこういうコントロールカラー下地でなんか肌を調整してます。でも本当に赤みが濃すぎてなかなか消えないんですけど、ね、よく考えられてますよね本当に。続いてこの赤みを消すためにリリミュートーンアップカラープライマーサテングリーン SPF29PA++++ です。これは緑です。ちょっと緑は私はそんな使うのってくらいのちょっと多めな量を取ります。赤みにも緑が結構よくて、なんかほっぺも赤いし鼻周りも赤くて、半分だけ塗ってみたら分かるかな、ね、めちゃくちゃ白くなるよね。でもやっぱね伸ばしちゃうと結局赤みが消えないんですけど、でも
すごいツヤ感はあります。これめちゃくちゃ多分左右見比べたら結構わかると思うんですけど、めっちゃツヤがあるのわかりますか、このこんな感じ。でも赤みがそんな消えるか消えないかって言われたらちょっと難しいんですけど、あんまり薄付きになりすぎないようにって感じかな。そうツヤツヤするんですよ。からあでもちょっとわかる、こっちだけ赤みがちょっと抑えられたかなっていう。でも本当にほら光が当たってる感じがめちゃくちゃあるんです。すごくない？ほらこんななんかついてくる感じすごいです。ツヤがすごくて、最近は結構化粧品にお金かけるようになったかも。なんか次はお肌ピーリングとかなんかいろいろやってみたいなって思う。でもここに手に乗ってる感じでもすごいツヤがあるから、なんかこの下地をね紫と緑一緒に買いに行ったんですけど、めちゃくちゃ迷って、コントロールカラーもめちゃくちゃ売ってるんですけど、なんかジルの紫のもめちゃくちゃ良さそうで、ダンマピン予約したの絶対痛いね。もう写真見るだけでも私力抜けちゃうけど、絶対綺麗になることは分かってるから頑張るしかないね。もうまあこんな感じ、ちょっと赤み抑えられたかな。私のコンプレックスである肌の赤みは抑えられたかな。ちょっと今日はオレンジにしようかな。何の服着よう。これも新しく買ったんですけど、これは友達が使っててめちゃくちゃ良くて、これプラスエレガンスっていうところのパウダーがもう最高にサラサラになるんですけど、そのパウダーが私まだ持ってないのでちょっとこれだけ買ったんですけど、これがジズチアートエアリーティントウォータリー CC クリーム UV ベール01番美容液ファンデーションです。SPF50 プラス PA プラス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 です。これがめちゃくちゃ良くて、結構色味がファンデーションっぽいんで、最近はなんだろう、出かける時とかはこれ1本だけなんですけど、めちゃくちゃいいですこれね。だからそろそろ私はこれプラスエレガンスのパウダーをゲットしたらもう私は無敵なんじゃないかと思ってるくらい。1197日、ありがとうございます。これをちょっと馴染ませて一旦ベタに置きます。
と鼻に最初置いちゃうとよれちゃうらしいんで、目に置いてこれをだんだんつけていくイメージです。なんか家にいる時間が多いと私めっちゃニュース見ちゃうんですよ。だからなんか最近いろんなことがあるなって、知れていいんだけどね。でもさ、ニュース見るとちょっと元気なくなる時あるじゃん。そこがちょっとね嫌な。じゃーん、こんな感じ。最近の私の肌の作り方ね。こっからちょっとコンシーラーとかつけるんですけど、でもなんか子供に関してのニュースが多すぎてさ、そんなね、なんかねって感じだけど、そしたら、こういうメイクキープミストあるんですけど、これもなんかいろんなとこがデパコスとかがいいのがあるんで、もう多分夏終わったらなくなるんで、また買い替えていきたいと思います。こういうスプレーにも振っちゃいます。私は振っちゃって、スプレーに振って、スポンジに振っちゃって、ちょっとこうなじませて、これで叩き込むっていうどうしてます。いや、まあまあ綺麗な肌よ昔より。まあ時間が経ったらそれファンデーションとか結構浮いてくるんですけど、ツキーバーガーまだ明日でしょ。今日まだ発売してないよね。そう、この&B のスポンジめちゃくちゃいいです。でもこれっていつが買い時なんだろうって思いながら、もう結構使ってるんだけど、買い替えた方がいいかな。ストックとかしといた方がいいかな。これなんか唇今日調子悪い。この無印のリップエッセンスもめちゃくちゃいいです。基本洗って使い回してるんだけど、どのくらい使い回していいんだろうっていう。そしたら&Bのファンシーラーライトベージュですね、を塗ります。このクマ、まあ今分かりにくいかな、クマがあるんですけど、クマはオレンジがめっちゃ消えやすいらしいので、こうやってオレンジをちょっと塗ります。
で、こういうコバナも、コバナは白色で塗ります。コバナが赤いと鼻がでかく見えるらしい。私は鼻コンプレックスなので極力小さく見せたい。ちょっと手でなじませます。風強ない？ただこれもスポンジでちょっとだけなじませます。そしたら私のあやくんの肌はこんな感じで完成です。最近はこんな感じです。そしたら「コスメデコルテ」のフェイスパウダー11番で、お粉を塗ります。本当はね、ブラシとかの方がいいんですけど、ブラシ持ってないってやばい。ブラシもそろそろ買いますかね。結構ツヤツヤじゃない？まあちょっとフィルターかけてると分かりにくい部分あると思うんですけど、ブラシね持ってない。あのファンアイシャドウブラシとかは持ってるんだけど、じゃん。そしたら眉毛に行きます。ただ眉毛を描きます。
眉毛はこれだっけな、どっちでやってたんだろう、もう一回こっちで、ビシェリシェアイブロウペンシル SBR301 ライトブラウンです。こんなこれこれめちゃくちゃ細いので描きます。私は基本生まれつき下がり眉なのでできるだけ平行に描いてはいるんですが、どうしても笑うと結局下がり眉になるっていうのが悩みです。下がり眉って本当にいいことなくて、そしたらこっちのブラシでちょっとぼかします。嫌なんですよね。そしたら今こうちょっと縁だけ描いたんですね。描いてそこを、こちらのケイトのデザイニングアイブロウ 3DEX ライトブラウンで埋めます。なんかね、いつも左の眉毛がめちゃくちゃ好きなんですよ。そう、右だけあまりうまくいかなくて、こんな感じで。そしたら眉頭を動かします。すごい、本来なら何色使ってますとかやるべきだったよね。こことここをよく使います。なんでかって髪色がちょっと明るいから、明るい色を使ってます。でやったらちょっとここを取って、ついでにノーズシャドウも入れます。ここだけに鼻が低いのがコンプレックスで、少しでも高く見せるのに必死です。そのここを手でぼかします。な気持ちです。変わったかどうかなんて分かんないですけど、気持ちなんです。そしたらこの流れで一旦シェーディングを入れます。ブラシでくるくると取ってお肌に影を入れます。
ったら細い筆でお花に向かってやっていきます。ました。そしたら次はアイシャドウですね。今日はちょっと大人っぽくいこうかな。アイシャドウは何個か持ってるんですけど、基本同じのばっか使うので、今日はこちらのルナソルのアイシャドウを使います。友達がタンプレでくれたんですけど、結構上品な色ばかりです。まずはこの白色をまぶたに塗ります。こんな感じです。結構発色しやすい。トム・フォードのアイシャドウがめちゃくちゃいいと聞いたので、トム・フォードのアイシャドウが今欲しいです。台風だから風強いのかね。雨降ります？今日結構暴風域には入ってる感じなんだ。こんな感じで白色を塗ったら、この薄茶色を塗ります。明日雨なの？明日公園じゃないか。あんまり茶色のアイシャドウ最近塗らないから全然かもしれない。でも秋になったら茶色のリップとか欲しくなるんだよね。買おうかな。ちょっと深みのある茶色が欲しくなる。したら、ちゃんアイシャドウ塗ったら、ここの涙袋に線を描きます。
嘘、アイシャドウして色変わった？でも結構薄いけどね。ここはどうしようかなって考えてる今。一旦濃い茶色を大幅に塗ります。変わんのかな。なんかさ、もう秋のリップ欲しくなってきたな。いや、もうちょっと我慢しよう。まだまだ秋じゃないもんね。曇ってきた、めっちゃ。私結構キラキラするアイシャドウが好きなんですけど、でもなんかプライベートでキラキラさせすぎても良くないなって思うんで、一旦今日はちょっとキラキラさせるのやめ、秋物売ってると思う。夏と秋ってどう違うの？え？夏と秋一緒なの？逆に したらここの白いのをキラキラこう目頭に入れます。変わってんのかな。ああ、化粧品的にってこと？でも服とかと一緒だと思う。夏ってすごいなんかはっきりしたい色、なんか蛍光色とか夏って着る人多いけど、秋って別にいないじゃん。それと一緒。秋は茶色とかが流行るからメイクも茶色とか深みのある色が流行るって感じかな。ただマスカラを塗ります。これはミルクタッチっていうロングになるマスカラです。茶色です。プライベートは基本茶色だけど、ステージは黒の方が映えるなって思いました。ラインが来る仕事の。
でもマスカラ塗ってるのと塗ってないのでこんな違う、違うです。でも本当に最近私松葉とかよく行くじゃないですか。もう松葉とかやってもう逆になんか本当に松葉しないのが考えられなくて、人生変わったなくらいまで行きます。しかも今は結構いいまつげ美容液をつけてるので、これからまつげが変わっていくのであるならすごく楽しみ。え、こんな感じになる。グイングインじゃない？美容液塗ったらまつげが元気。そう、育毛剤と一緒よ。まつげが伸びるらしい、めちゃくちゃ。なんか下まつげが結構薄くて、下まつげがもっと、すごくないこれ。風強じゃん。まつげ美容液は高い方が良さそうよ。わかんないけど、効果得られるんだったら高いのだろうね。そしたらアイラインを引きます。なんか私普段アイライン引かない人だったんですけど、アイライン引いた方がいいよって言われて引くようになりました。
かんない。ライン短いからかな。でも茶色にするとちょっと化粧薄く見えるからね。まあ化粧薄い方が大人っぽく見えるっていうのがあると思います。素材で勝つっていう、顔の素材で勝つっていうことですよね。ちょっとそういうこと。だからちょっとビーアイドルのこの画面をちょっとだけ使います。それはちょっと前髪はどうしたら伸ばせるんだろうね。いや本人の気合しかないでしょうよ。気合しかない。そしたらこのリオールのハイライトを使います。ハイライトは手でのせちゃいますかね。ここの目の下って言ったらいいのかな、なんて言ったらいいの、ここにさっきここにもツヤがあったと思うんですけど、もう一回ツヤ足してって感じ。あとはこの目頭の下、と鼻先。なすじです。塗ったら化粧終わったんじゃない、もしやの、もしや。本当は私はもっと二重幅を広げたいところですが、多分つかないので、あとがこんな気がする、こんな感じな気がする。リップをちょっとロム&のアップルブラウンをつけます。ちょっと深みのあるオレンジって感じ。めっちゃ顔めくれる今日。基本唇弱くてすぐ顔めくれちゃう。こんな感じかな。ちょっと足伸ばそう。そう、最近結構ピンクメイクにハマってたんですけど、ここ 2,3 年ずっとオレンジだったので、結構色落ちしてきてまた明るくなってきたね。この色はいつまで持つのかって感じだけど、でもプリン気にならない色にしてもらってたけど、やっぱ色落ちしてプリンが少しずつまた気になってきましたね。でも実際のところハイトーンの方がいいのか暗い方がいいのか、どっちなんだろうね。
なんか最近写真見比べてみると私的にはやっぱハイトーンがしっくりくるなって感じではあった。けどみんなからしたらまた違うかな。うん、ここだけ本当はブリーチしないといけないんだけど、ブリーチする時間なくて結局まだプリンなんですよね。だからプリンが分かんないようにちょっと暗くしたんですけど、この前は。でも秋は暗めにするともう明るくはできないんだよね、ブリーチしないと。だからせっかく今ブリーチしてるんだったら明るいの保つべきだって私は思っちゃうから、秋でも多分暗くしない気がする。なんかね、せめてこんくらいの色維持とかかな。そう、せっかくブリーチしたのに、なんか去年もそうだったの。せっかくブリーチしたのに2ヶ月くらいしかハイトーン楽しまなくて、まあ、その時は飽きちゃってたんだけど、もう飽きるとかじゃなくてやっぱ楽しまないとね、せっかくしたな。でもめちゃくちゃ傷んでるのはわかる、すいませんって感じ。140度のコテで巻いていきます。最近は内巻きにはまってるので、内巻きにします。今年一回着なかった服は捨てるべきなのか、どうしたらいいと思いますか。夏に着ようって思って出した服を一回も着なかったって時は捨てるべき。どうするべき。え、着なかったら今後も着ないね。めちゃくちゃある。死ぬほどあるのよ。でもなんか上げて引き取られない場合も嫌なのよ。例えばメンバーフリマに出した時に、いや別にこんなの着ないよみたいな、なんかなっちゃったら嫌だから、そう、それもちょっと嫌なんだよね。全然上げてもいいんだけど、そう、やっぱめいっ子にあげるのがいいんだよね。
もうでもクローゼットパンパンだから結局捨てる運命だよね、こういうのって。着ないんだったらちょっとなんか安っぽいのとかは捨てようかな。まあ値段したものは残してめいっ子にあげるとか。ね、だから昔はさ高校生とか安いから買おうっていう考えがすごくあったんですってすごくあったんだけど、なんか大人、まあ大人ってかまだ21歳ですけど、だって安いものはあんまり買わなくなりましたね最近。安いものはやっぱ安いと感じ取れちゃうよね。なんなら断捨離配信しようかな。この服はいるいらない、この服はいるいらないを、もちろん最終的には自分で決めるんだけど、みんなに見てもらって捨てるっていうめちゃくちゃおもろそう。投票してたらめちゃくちゃめんどいから、もうその場で聞くだけだけど、だっていちいちやんなきゃいけないんでしょこうやって投票って。しかも投票したらみんな星とか投げれなくなっちゃう。まあめちゃくちゃ休みになったらかな、クローゼット模様替えしよっかなって時にしたいかも。かお母さんがこっちに来てくれてる時にしたい。でもやっぱさ、なんだろう、もう年齢によって着る着ないって服もまだ着るかなと思って、来年着るかなと思って残しておいた服とかも結構あるし、それこそなんだろう、ファンの方がくださってさ、絶対なんだろう、一回は着たことあるんだよ普通に、けどなんかまた来年着たいなと思ってとか服いっぱいあると思う。でもやっぱ昔は本当に安いのしか買ってなかったから、逆に今はなんか高くはないけど割と5000円以上のものとか買う機会増えて、ちょっとなんか自分大人になったんじゃねって思う時がたまにある。でもなんかファンの方がプレゼントしてくれたものって割とセンスあるものだから、それこそまあでもやっぱ服の流行りもあるから、私が流行った時と例えばめいっ子にそれをあげる時って全然流行りが違くて、私がまあ何回か着回した服でめちゃくちゃ可愛いのがあってもやっぱ
なんだろう、めいっ子の流行りがもう違いすぎて、そう服って流行りあるから困るよね。来年着るかもと思って、そしたらもう流行り終わっちゃってるみたいなのがあるとちょっと困るよ。ルカが前髪流してるの見て、私もめっちゃ前髪流したくなっちゃったんだよ。でもルカは半年でこんくらいまで伸びてたから、全然まだまだ、私切っちゃうから。ここは長いんですけどね。本当にでも最近1週間前くらいに切っちゃったんだよね。まあ例えば安くてもいい感じにごまかせる服だったらいいよね。私春に買ったけど流行りっていうか一回も着てない服あるもん。でもなんか今年の秋とかに着たところでもう流行り終わってそう。じゃあ私が今もう絶対着ないだろうなって服紹介していい？1回2回くらい着たけど多分なんかもう着ないかもなっていう服が多分2着くらい。私ワンピースめちゃくちゃ好きじゃん。で可愛いって思って買うんだけど、いや着るかな着ないかなっていう絶妙なラインの服があって、でも私の親友のいーちゃんに言ってたらもう着ないと思うっていうか、なんかもう着ないと思うって言われて、そうなんかストーリーでいーちゃんからね珍しくコメントが来て、本当に一緒に買い物とかも行くし、例えば通販とかでも絶対私いーちゃんに確認取るんです、これ着ると思うって。そうでいーちゃんがいらないって言ったら買わないし、いーちゃんが可愛いと思うって言ったら買うのよってくらい、そう決定権は全ていーちゃんにあります。そうめちゃくちゃはっきり言ってくれるの。だから例えばだけど私が間違ったことをするのであればちゃんと注意してくれる。だからお姉ちゃん的存在、もう大親友。逆になんか私のことこんなに好きでいてくれてありがとうって感じだし、本当に嬉しい。ってことで私の今着るか着ないか分かんないお洋服商品お洋服試食会コーナー、イエーイ。じゃあ見せるね。いや結構ある、何着かあるんですよ。じゃあワンピース編ね。ちょっと待ってよ。あ、2着ある。でもこれはみんなに何回か見せたことがある気がする。でもみんなは多分可愛いとは言うんだよ。あ、これももう多分着ないかな。3着ワンピースだけで3着かな。
4着かな、ざっと4着、ざっと4着ご紹介いたします。私のちょっと選抜落ちワンピースです。ではまず1つ目、こちらのワンピースです。こちらはちょっと待ってくださいね、一旦手を拭きます。そうなんかね、って感じです。ちょっと待ってね。でも多分一個はもうさよなら決まってる。なんでかって安かったからかな。でもわかんない、ワンちゃんピナちゃんとか着てくれそうな感じするけど、でもピナちゃんもすごい最近大人になってきてるので、服の好みが。そう、もう別に私のなんか着なくていいしっていう。まずこちらですね、ワンピースなんですけども、なんでかな、あギリ着そうなんですけど、なんかね丈感が、私めちゃくちゃロングがいいんですけど絶妙なんです。膝下ではないね、ちょっとこの見える面積が広くて、なんかちょっとどうしようかなっていう。そうだったらもうちょっとロングがいいというか、あとは着てってあんまり細見えしないやつですね。まあ、可愛いんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですけどね。これ多分1回くらいしか着てなくて、でも全然まだ着てると思う。でピナちゃん好きそうな感じしますけど、ピナちゃん最近黒しか着ないんで、実際のところどうかなっていう勝手にピナちゃんにあげようとして、ピナちゃんがでもいらなかったら気まずいからさ、そうピナちゃんが着てそうだなって感じなので、まずこちらが1点。そしてこちらが、はい、もう鬼安ワンピースで、これ2000円くらいのワンピースで、これ多分もう捨てに入りますね。これはうーん単純に飽きた、これは単純に飽きたので多分これはもう捨てに入ります。はい、そう何回か着てる、まあ可愛いんですけど、単純に私あんまり緑が似合わない顔でして、安いかな、多分緑買ったんですけど別にいいかなって感じです。捨てていいですか、これも。いやこれはもう3年前くらいから持ってるんです。飽きるの早くねとかじゃなくて、3年前くらいから持ってて、そう安いからあんまり緑が合わない顔してるので、こちらはじゃあありがとうございましたそう、てかこれは多分別にメイコとかも着ない感じなので。そしてこちらですね、こちらは去年の8の日のファッションショーで着たやつなんですけど、ちょっと外に行くものじゃなくて、しかもなんかね複雑なのが、ここはなんかパンツっていう、なんかこれ見えてもいいのかなっていう。そう着てた、可愛いんだよ。で私はここがちゃんと閉じてるものだと思ってたんです。そしたらなんかオープンしちゃって、なんかオープンしちゃって、なんかこれ見えちゃっていいのかなっていう感じで。そうで、その時にしか着てないの、むしろ。だからどうしようかなっていう。いやこう見た感じはすごい可愛いんです、可愛いんですけど、ここのパンツがちょっと私結構きつかったんで、なんかうーんって感じでした。なんで開いてんだろう、閉じてたら普通に清楚で可愛いじゃん。ちょっとでも高かったから、メイクとか着てくれないかなって。
そう納得いってないから着ないってことは着ないんだよね。そう着ないんだよ。可愛いのに骨格とかめっちゃ上品で可愛いのに、そう、もう閉じてたらめちゃくちゃありがたいじゃんパンツだし見せ防止なのに、ここがねちょっとなんか閉じてたらいいんだけど、まあこれもちょっとどうしようかなっていう感じです。まあめいこちゃんが着たいっていうならこれは全然プレゼントしますけど、でワンピース部門ラスト、これもピナちゃんっぽい。これはここがこうリボンになってるんですけど、これもね一回だけ着たのかな、一回着ました、一回だけ。こちらはまあ可愛いんです。で胸元も開いてるんですけど、こちらもまあここまであの中の生地があって感じで、なんで着ないんだろうこれ。でも裾はまあいい感じだけどここまでっていう感じかな。ちょっと私にしては甘いかな。そうでもまだ着ようと思えば着てそうだけど、どうしようかな。ちょっとガーリーでも胸元開いてるからちょっとセクシーな部分ではあるけど、ここがガーリーなのかな、可愛いんだけどね。そうって感じかな。この3つですね、ワンピース部門。この3つはちょっと検討する商品です。でもなんかトップスとかはめちゃくちゃある、めちゃくちゃってもう切りないから、まあ断捨離だね。とか逆に T シャツとかも、質着の T シャツとか別に T シャツそんな着ないからさ、同じやつしか着ないやん T シャツなんて。からもうクローゼットパンパンだしさやばいのよ、ハンガーが何個買ったの、ハンガーってくらいの量困っちゃうよね。誰が一番困るかって、私が一番困るんですけど、これ安くて買ったスカートとかも結局ボロくなっちゃうからいらない気がするんだよね。着てない服もいっぱいあるし、まあそんな感じなんですよ。めちゃくちゃある、めちゃくちゃあるんです。いやだから最近なんかファンの方がくれた T シャツとかってめちゃく、私も自分でエピナの T シャツとか買うんですけど、結局そういうのしか着なくて、そうあんまレッスン着にしたくないけどレッスン着になりがちだから、そういらない T シャツとか捨てようかなっていう。シャリ帰国したいですね。だからもうちょっと寒くなって秋服そろそろ戻そうかなって、実家にも送っちゃったんですよ秋服、アウターとかも。そうだからそれと同時に一回また実家に帰らないといけなくて、私秋服整理しないといけないから
反射にめちゃくちゃすると思うよ。エピヌのアウターは買おうと思ってます。でもなんかずっと黒のロングコートをしてくって展示会で黒のロングコートだけ頼んだんですよ。まだ着てないけど、そうなんか何がいいんだろうと思って。でも私って冬の方がミニスカートとかよく履くんですよ。冬にミニスカート履いてる女の子ってめちゃくちゃ可愛いと思ってて、そうだから自分も履こうと思って、冬にめっちゃミニスカート履くんだけど、めっちゃ目痛い。あ、なんかほこり入ってる。断捨離絶対するわ。でもコンサート終わってからだと遅いかな。いつか寒いんだっけ。でも去年とかってもう寒かった記憶あるんだけど、去年の写真見てみようと。今日9月6日でしょ。もう長袖着てるよ私だって。9月6日1年前長袖着てるんですけど私。そんなことある。普通にトレーナー着ちゃってる。二人公演の時期なの。結構ボブだし髪の毛。今年暑いんだ。暑いよね。それね。ああもう断捨離したいもん。でもやっぱ出かける時とかも結構ワンピース楽すぎて、ワンピースばっかりじゃん。でもずっと言ってるけどちょっといいジーパンが欲しくて、そう気痩せして見えるジーパンが欲しいんだけど、でもジーパンってなかなか自分の合うサイズ探すの大変じゃないですか。ジーパン探しの旅に出たいところですね。でもやっぱ今やったら雫湖公園とかの邪魔、雫湖公園とかの邪魔になるから、まあそれとしても来週とかかなって言ってもレッスンとか詰まってきちゃいそうだから。やっぱ例えばだけど街中でファンの人に遭遇した時にこの子ダサーって思われたくはないよね。私結構レッスン着で出歩いちゃうこと多いからさ、レッスン終わった後とかそう思われてたらどうしようって感じだけど、
そろそろ掃除しよっかな、お部屋の。なにさ、ちょっと低い、めっちゃ失礼じゃん、ひどい。可愛いのにあのアディダス、可愛いよねあのアディダス、ひどい。じゃランキングを見まーす。13位香港のケーキアットマーク、7レンジャーとマークナトリドンさん。12位ゆきさん。11位アディー・ウィジャヤさん。10位天心マキシさん。9位アキコさん。8位ヤッスンさん。7位サイトアットマークアインツさん。6位コウ・トウキさん。5位クロケンさん。4位イナジーアットマーク生涯応援するよさん。3位マイキアットマーク今日も安定超かわいい本当美しいですマスさん。2位ショウちゃんアットマーク7レンジャーさん。1位ダイヤくんです。ありがとうございました。ということで今日も見てくださってありがとうございました。それではまたねー。